皆様こんにちは。札幌グルメひんなひんなの宗です。本日ですね、ご紹介いたしますのは大通りですかねにございます肉とワインビュッフェビストロサンクシーというお店でございます。こちらなんですが、以前ですね紹介しました札幌クエストのですね、伝説の勇者っていうですね、謎解きを解いた方だけが食べれるメニューがあるんですが、まあ、そちらもね、あるお店なので、ちょっと今回合わせて、お肉と おいしいお酒を楽しんでまいりました。めちゃくちゃね良かった。何が良かった、やっぱり肉とワインビュッフェっていうぐらいなんで、いろんなお肉料理を食べれましたし、なんといっても僕好みの味付けでございました。しかもね、ちょっとね今回僕一人で行ったので、ワインビュッフェは二人からだったので利用してないんですけども、ワイン好きの方にはたまらないね、もう10種類以上あるワインをね飲み放題のお店ですので、どんなお店かご紹介したいと思います。ではどうぞ。
ビストロサンクシーさん、いかがでしたでしょうか。もう、まあ、まずね、伝説の勇者メニュー、こちらですね、今回5層なんですけども、ね、内容はお伝えした通りなんですが、普段はね3層なんですよ。下のお芋のピューレと牛ほほ肉とフォアグラを乗せた3層、それにねローソンユーフだとかで今回2層プラスして1980円、普段は1600円のあの層のやつでございます。でね、でですね、なんてコンフィでしたっけね、これもね本当フレンチにはものすごくオーソドックスというかスタンダードなものですけどもね、こちらもね何が美味しかったというとね、ちょっとこうそのお肉だけではですね味がですねちょっとポソポソとなっちゃうじゃないですか。それにねあのお酢ピクルスついてるんですけども、あのピクルスがねちょっとね酸味だけじゃなくて甘いんですよね。だからこれを一緒に食べることによってものすごくね合わさったねいい相性の料理になってめちゃめちゃ美味しかったです。でなんといっても今回僕が気に入ったの、まあ、伝説のメニューもそうなんですけども、ポテトサラダね、これね何のお肉使ってるのかちょっとわからなかったんですけど、聞いたらですねやっぱお肉がメインのお店なのでいろんな部位あるんですよね。でそのいろんな部位を煮込んだものらしくて、食感とかもねちょっとこう歯切れのいいやつかとか食感ギュッギュッとしていいやつだとかいろいろあったりして混ざってるんですよ、もつ系もね。なので味もものすごく出てるわけですよ。これはぜひ食べていただきたい。で一緒に生、卵をね溶いてもうガブッといってください。これめちゃめちゃ美味しかったです。なのでたまんなかったですね、ここの肉料理。なんかねまた肉が食べたいって時にぜひ皆さん、ないですか？お肉食べたいって気持ちの時。こういう時にね、やっぱり焼肉だとかしゃぶしゃぶだとかジンギスカンっていう選択肢になっちゃうじゃないですか。お肉食べたいって時にぜひここ。いや、俺知ってるよって、お肉がね、美味しいお店なんですけど、だけど、ぜひ行かないっていう風にして誘ってみたら、めっちゃくちゃいいね、あの、お店のチョイスだと思います。なかなかこういうお肉食べたいっていう時にパンと出てくるお店じゃないので、ぜひ覚えておいてください。ビストロサンクシさん。絶対にデートだとか、まあ、これ会食だとかにも間違いなく喜ばれるお店ですし、とにかくワイン好きであればさらにプラスアルファ喜ばれるお店かと思います。では今日はここまで。たぬき工事からちょっとね大通り寄りなので、まあ大通りとたぬき工事の間ら辺にあるお店でございました。では今日はここまで、バイバーイ。